よ。うーん、よかった。なんか電波悪いかなって思ったけど、良さげですね。なんか全然つかなくて、さっき雨やけん電波が悪いんかと思った。よかった。どうもです。今日はニット。ニットって秋だっけ？冬？秋なのか。ふわふわ。秋冬。秋冬ですね。そう、今日2杯っていうか長い靴下履いた。かわいいよね。全身コーデはお待ちください。もこ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 です。これはモケモケじゃない。モケモケはもう恐怖症ですからね。かわいすぎる。感服。ムキムキやっちゃったもん。かわいいんですけど。確かに今日のラテ、確かにカフェラテ飲んだし、今日のラテ状態でしたね。確かに。確かに確かに。オマージュじゃないけど、その方が良いのかな。全然。確かに。可愛いものを食べました。メールにしか載せてないけどね。そう、あ、月末、あ、明後日か、危な。忘れてた。
あ、あの旗の絵なんか既視感あると思ったらそうなんかな。今日ので満足しました？あ、じゃあ送らなくていいか。で、何を食べたか覚えてないの？何を食べたか覚えてないの？あんなに何を食べたか乗っていたのに。あの猫は違う、私じゃないよ。私は帰ってない。これはあのお店のオリジナルのイラストかな。なんでやねん。29、30。明後日か、ハロウィン。確かに。旗珍しかん。珍しいな。あ、明日 STU48 チャンネル、ニコ生さんね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何が起きるのか。とりあえずハロウィンということで、トリックはトリートということで、ハロウィンだから多分ハロウィンな格好で登場します。見るぜ。遊びに来たよ。みんな格好。でしょうね。みんながみんなに好評なあの、あのあれを着るのか。多分あれだと思う。あれ。分かった。最近着てる。最近着てるっていうか。やつね。
近来てる。モナリ、モナリザ私来たことないけどね私は来たことないけど印象に残ってるのかな。私は来てないんだけど。網タイツ流行ってる？そうなの？タイツっていうかは秋冬って感じがするけど、網タイツ流行ってるの？リネのセンスがすごいですわ。流行るっていうかハロウィンで流行るよね。ハロウィンの時流行ってる。あ、個人的にあ、個人的に流行ってる世間だと思ってたんですけど街中でもあんま見ないなぁと思う。網タイツ履いてる人。個人的にかな。網タイツはどうなん？良いんですかね。なんかハロウィンっぽさがあるんですけど。タイツは可愛いけど。小悪魔コスプレ猫とか黒猫とか確かに防寒性ないね寒いだろうねあ、ゾンビね。ハロウィンって感じ。見たやつ好きなんだ。みんな見たやつ、あ、見たやつ VS 2杯だと究極の選択なんだすごくない？そんな、あんな、そんな感じなの？あー絶対領域。なるほどなるほど。ニーハイだと絶対領域というものができると。普通は確かにね、それはないです。なんか見た感じ2杯の方が人気な感じあるよ。でも捨てがたい感じなんですね両方何も感じない人もおるへえ。サーヤンは2杯。あ、サーヤンは人によってね人によって変えるの似合う似合わんあるみたいな。よかわいいねと。アイコジとパシェバに網タイツ確かに似合いそうだね似合いそうな感じあるな。
ういうことか。裸足でもいい、裸足でもいい。裸足は寒くない？夏ならまだしも。あゆこじさんは大人ですよね。ああ、なるほどね。ニーハイ、アミタイツ、裸足。なるほど。三つもあったんだ。なるほど。ああ、写真集のカットね、めちゃくちゃ良いですよね。ルーズソックスは可愛いね。確かに網タイツ履く瞬間がちょっとわからない。多分今時の、多分あると思うんだけど、ちょっとどうおしゃれに取り入れるかちょっと迷ってしまう。フォローしました、ありがとう。サンタさんも違うね。サンタさんはブーツかな。見たいつ開くときってハロウィンぐらいかもね。そういうもう黒猫とか黒いやつ、デビルとか。じゃあ今回ウサギさんだったけど、いつかは、いつかはっていうか、そういうちょっと黒系のハロウィンするかな。さすがにもう大人ですからね。デビル的なのもませんな。確かに網タイツサンタはもう何何ってなるよね。もう網タイツサンタとかおったらもうえ何何とか言っちゃいかんけど、だってプレゼント運ばんそう。ダメだね、そんなこと言っちゃう。プレゼント箱、ちゃんといい子にしてる子にプレゼントを運ぶという任務がね、サンタさんにはあるんですよ。ちゃんとソリに乗ってトナカイに引いてもらってね、ジングルベルを鳴らしながら大きい後ろ、ソリの後ろには大きな白い袋をね乗せて煙突から入ってね渡しに行くんです。窓を開けといてくださいと言ってね、枕の横にね、朝起きたらプレゼントが置いてあるというね、そういうイメージがあります。
あでもそうだよね、サンタさんにもいろんなサンタさんがいるよね。そうだよね、宅配ボックスにお願いします。今時やな、今時やな。置き配ね、サンタさん置き配希望どうしますかってね。そんな時代か。そんな時代になったか。神みたいな目線で見とる。そうか、そうかそうか。サンタさんは、来るかな？来るかな？なるほど。まあ皆さんのもとにはきっと来るんじゃないでしょうか。配信に来るかわかりませんけど、どうかな。配信には来ないんじゃない？配信には来るか、なんかここら辺に。来ないっけ、来ないか。あれは年越しか、年越しだった。
は配信には多分いないかな。持ってないもん。持ってないもんな。現実的な問題で。いろんなライブ会場などにはちょっといるかもしれませんが、持ってないんだよな。ないなぁ。でもないし、どうでしょうね。当日は、当日は何を受けるか分かりません。コンサートあるっけ？確か。なんか今日とかそういう金色のバラとかなんかあった。煙突掃除してもね、来るか分かりませんわ。どこからね、どこから来るか分かりませんからね。なんかツリーってめっちゃなんかいいよね。憧れがあるよ。憧れ。でも最近のおしゃれなとこのツリー見たら、もうなんかさ、ツリーって丸いのとかさ、もう今やマフィンとか、マカロンとか、お菓子が偽物だけどね、可愛くしてそれらを飾ってあった。
これはもう可愛さに特化した釣りだなって。食べれないやつね。可愛い。あれ可愛かったね。でも毎年違うツリーがね飾ってあってすごいなと思ったよね。いろんなツリーがあるんだろうな。あとスノードームか。スノードームかわいい。あのキラキラが真冬の雪。雪空、雪の中を走るサンタさんみたいな。スノードーム、私がスノードームを動かすことによってサンタさんがどんどん雪に大雪になっていくっていう。吹雪。そう、私が大変なことにさせている。ちょっと面白かった。で、何もせんくなったらただ雪が積もったところ、めっちゃいい天候でのサンタさん。スノードームいいな。グッズにどうですか。メンバーのスノードーム意外となくない。クリスマスの格好をしたみんなをスノードームにして、ね、おお、欲しい。高そう。高くなるかな。意外とスノードームってなんかそんな高くない。こだわったら高いんか。あ、大きさね。グッズになったら高そう。でも実際さ、そのクリスマス
用のスノードームの真ん中につけて、あとは取り付けるだけ。どう？ね、立体だったら確かにもっとかかりそうだね。メンバーを大雪に大雪の中メンバーを中心に推しメンを立たせる。立体すごいね。でもスノードームデザインの個別アクスタ販売していた。え、嘘あれ2年前。なんと今私が考え出したかのように見せて、もう2年前にやりましたやりましたか。やばい。あったんだ。あ、スノードームそのものではないカーセーフ。まあそうだよねえ、どんなんだっけな。2年前。あ、これ丸い。しかもご好評につき再販開始って好評やん。スノードームデザイン黒サンタね、懐かしいな。懐かしいなって言ったけど、問題はそこじゃなくて、スノードーム、あ、なるほどね。確かに形は確かに。すごいね。
スノードームはなかったので、一応この配信で言っておきます。意味ない。この配信で言っても。間に合わんそうやね。来年かな。そういえばなんか2025年グッズみたいなってあるんかな。なんかいつもそれ新年にさ、新年になってからさ予約始まってさ、着くの5月とかやったっけ。福袋みたいな。あ、2月末に届いた。2月末ね。2月末に届く。そうそうそう。1月新年過ぎてからグッズが紹介されて、そう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 、受注販売ってなって。ね、そうなんや。そうなんですよね。あるか分からんけど、今年、来年か。でも毎年あるもんな、確か。うん、福袋さん、それか11月か12月にシルエットだけ出して。これが来ますので。多分1月まで出せないんじゃない、その写真が。だからちょっとシルエットで
こういうタオル、アクスタとってが届きますって言って、受注販売です。めっちゃ困るやつね。え？届いてからの楽しみでもある。とね、今日買ったんだよ。キブクのライブ、あ、お待ちしてます。よいしょ。お、わあ、サムだ。これはランダムグッズです。お、シナモンじゃん。よっしゃー、これはシナモンはリネにあげて、サムはマイキューさんにあげます。言わないでね、だから本人にサプライズにするから言わないでよ。秘密だよ。あとね、ガチャガチャしたリカちゃん人形、これは5種類ぐらいあって、で一番なんだっけ、第4世代だっけな、のりかちゃんがいいなと思ったら当たったんですよ。4代目、あ、4代目りかちゃん、4代目りかちゃんです。かわいい。1987年に登場、4代目リカちゃんが一番いいなと思ったら出た。イエーイ、かわいい。なんかこれ着てるのがアイドルなんて言わないでの衣装に似てて、これが良かった。けどこんな欲しいものが一発で当たるなんて。うん、珍しいですわ。
今日いろんなガチャガチャしたら全部一発で引いてたかもしれん。もしかしたら宝くじも引いてたら当たってたかもしれない。今日の運だったら。そういう日あるよね。いつもだったら聞かないんだ。一番自分のが欲しかったやつは、あ、いつもではないか。いつもではないわ。時々宝くじ当ててみたい。当ててみたい。宝くじ一等。でもさ、こんな一等当てたいって思っとったら当たらんそうじゃない。私はもう何でもいいですって。もう当たっても当たらなくてもいいので、なんとなくやってみますいう感じでな気持ちでおったら、まさかの一等が当たったんですってなりそう。じゃない。そう、無欲ね。え、違う違うよ。違う？違うの？当たったら教えない方がいい。ああ、当たったらね。確かに当たったら教えんどくね。当たらんかったら教えるね。そう、なんとなくやってみたらなんか当たりましたって感じで。わかんないけどね。でも無欲って強いなってなんか思う時あるけどね。当たったら何も言わずに会社辞める。でも確かに、でも何も言わず辞めたらもしかして当たったんじゃないって、へーってで、けん、そうよ、なんとなくちょっとやめる雰囲気を出しとかな。やめるんやったら当たったけど、ちょっとそれから、ちょっとその次の日からはちょっとかもしれませんって言っとって、ある時期になったら急にね、もし辞めるんやったらね。そう、辞めるらしい噂を
だったら怪しまれんね。シティー受かってから辞める雰囲気、うーん、どうだったかな。辞める雰囲気はどうなんだろう、どうだったかな。あったと思う、もともとあったかもしれん、わかんない。暗い感じだったんで私。辞める感じあったかもな。そうだね。でも私当たっても変わんないと思う。でもこの変わんないって言ってる人ほど変わりそうだよね。でもなんだろう、当たっても今の生活はなんだろうな、やめたりとかはしないかな、当たったからといって。うん、生活自体を変えるってことはないか。うん、分かんないけどね。それはでも多分何を生きがいにして何をのために生きているのかって変わりそうだけど。確かにもらっ、その当たったらそれを使ってなんかもっと増やすのか、もう使わずに少しずつ生活していくのか。そう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 、確かに確かに、うん、どうするかやね。あったらあったでさ、なくなった時が怖いよね。一回手に入れたものがなくなった時のことを考えてしまうよね。それが怖いからな、私は。もともとなかったらいいんだけどさ、
そうなの、一回手に入れてしまったらね。あとは失うか守るか。まあどれも何かのためにはなるだろう。そう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 、難しいものよ。私多分そういう宝くじというものは宝っていう意味も入ってるんで、夢があるものなんですよね。明日の格言決まってきたかな？いや全然決まってない。決まってない。どうしようかな。カツカツですよ。この子、そう、今日もこの子の服着てる。毎日考えております。すごい。あと2ヶ月か、格言も。センスいい。いや、次の、次、来年何するか考えなきゃ。モチーフ？萌え台詞か。萌え台詞もいろんな種類があるもんな。でも私萌え台詞の才能ないんだよね。昨日の通りに昨日見た方は、配信を見た方は気づいたであろうが、私萌え台詞の才能ないんだ。全然出てこなくて。あー、もう全然、なんかもう時間がどん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 過ぎていたけども、私にとってはあの1秒1秒がもう何分にも思いましたからね。ただ難しいのよ、本当に。むずいよね。なるほどと思ったよね。私は格言を毎日こうやって生み出してるけど、でそれを皆さんはすごいと思ってるんでしょ。私は別にすごいと思ってない。勝手にこう
ポンって出てくるんで。でもきっとどこかに萌え台詞のが得意とする人はいて、だからその人にとっちゃ全然すごくないんだろうね。全然、いや萌えのことを考えたら全然ひらめくんでみたいな。そうなんや。なんかポッと思いつくの。得意そう？全然得意じゃないね。急に脳がフル回転してたし、でもなんか重くて急に熱を持った機械みたいな住み方するんですよね、脳内が。セーフねー。よいしょ。熱暴走。セーフか。まだアイドルっぽいね。まあでも私も別に本気出したら別に本気出したら言えるけど、そうだよ。本気出せばね。でもあんまり言いすぎたらちょっとみんながショートしちゃうんで。みんなのそういうちゃんと分散させてるんです。だって萌え台詞は1年に1回だからね。この前言ったからな。確かこの前言ったからな。いつか忘れたけど。うん。年一です。
つかね。それか、あとはバレンタインの日に行ったような、行ってないっけ。あ、どうも、聞いてないよって人に向けて、聞いてないよって方は来年お楽しみに。来年の分をお楽しみに。そしていつか分かりません、来年も。いつ披露するかは分かりません。未定です。あー、レアだな、こんなにレアなものなんだな、すごいな。あとシチュエーションをね、大事にしてますから、結構毎回ね、ちょっとシチュエーションがなかなか難しいです。今どこにいて、どういう人に向けて、どういう時間でみたいなね。大事にしてるという。意外とこだわり。女優さんみたいなこと言っちゃったな。プロみたいに言っちゃったな。まあ、アイドルのプロですけど。しかもなんか萌え台詞調べてみてもさ、なんかちょっと難しい萌え台詞ばっかなんだよね。え、これ言っちゃうのみたいな。こんなこと言っちゃうのみたいな。ちょっと萌え台詞ばっかだから。こんなストレートっていうか、ベタというか、なんだろうな、みたいな。なんかイメージできないみたいな。
あ、リアルじゃないからいい。なるほどね。はあ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 、別にそこにリアルは求めていないと。皆さん的にはただそこはもう皆さんがもう、イメージして変えるとなるほどね。ふむ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 。あとなんかもっとなんか私が言った後にちゃんとなんかあのうわーみたいなのが欲しくて、うん、わーみたいな。そう、言った後のこのなんかもう数秒がなんかもうえてる。そうそうそう、あ、やられてる、やられてるってこと本当に、うん、やられすぎて、うん、止まっちゃったってこと手が止まっちゃったみたいな。一回みたいな ってなってって言ってんのね。なるほど、ショートしてんだ。そういうことか。勉強になりました。勉強になりました。みんなそういうことね。次回の教訓にしよう。教訓にしまして、よし、あ、もう誰かに教えますね誰かメンバーに教えとこうかな。そうらしいよって。ゼリフ、萌えゼリフ集、罰ゲームせ、罰ゲーム、うん、あ、あ、ダメだね、こんな笑っちゃ。真剣に考えてるんだから。
兄貴？兄貴系？すいません。すいません。ちょっと本当に大ないな。真剣に考えて。すいません。いや、なんか当たり前でしょ、私世界一可愛いんだから。これ萌え台詞なん？待って、これなんかちょっと罰ゲームなんだろうなこれ。ちょっと一回休憩しようかな。ちょっと一回もう研究室から出てきた後みたいな人になってるけど。一日中休憩室いましたみたいな。時々ヘビーなの来るからちょっとびっくりしちゃう、すいません。なるほどね。よし。もうすでにちょっと萌え台詞言った後みたいな感じになっちゃった。あざとい系？あざとい系ね。あざとい系見てみましょうか。あれ、なんか通信悪いな。あ、短いバージョンね、これ。短いとなんだって急になるやつね。猫系女子セリフ集。猫系女子好きな人多いのかな。次に今夜が。にゃにゃ、ご主人様、にゃにか見つけたにゃ、これはにゃにかにゃ。これ、文字量っていうかなんか違うな。
もう猫系女子、もう猫だなこれ。猫系女子と言う猫だこれ、うん、猫になった、猫になった、なんだな。ちょっと違いましたねこれは。猫でした。猫になった世界線。犬系女子。犬なんか猫なんか、ちょっとこれやめとこう、ちょっと難しい。これなんだ、あ、違うな。鳥系？鳥？いや、これが可愛いんだね、きっと。いや、違う。今ツンデレ系の方がちょっと面白すぎて。お兄ちゃん先生告白図星。秘書メイドさん幽霊少女。幽霊少女そうだよね、初心者系、初心者系。ロリ。セリフ集千
ちょっと全然どうしよう。どうしよう。どうしたらいいと思う。言葉にする。一回ね。罰ゲームのセリフ。もうね、一回、そうだね、一回何か口に出してみますね。おかえりなさいませ、ご主人様。好きだよ。離れたくないな。プンプン。これ無セリフなん？てか、これ無セリフなの？ギュッてして。もう離れないでね。ずっと一緒にいたいな。何見てるの？私だけ見てて。大好きだよ。ずっとね。これは結構あのあれね、あれですね。ストレートっていうか。ちゃんと。起こりうるっていうか、ベタですね。確かにこれが初心者用。ですね。なるほど。うるさいにゃー。
うるさいね。帰りなさいませ、ご主人様。あの、私のことをゲッてしてください。これあげる、別に余ったからあげるだけだし、勘違いしないでよね。私だけを見なさい。私のこと好きなんでしょ。やばい。ねえ、もっと甘えさせてよ。ふふ、かわいいな。ちょっと待って、これもう君のことを誰にも渡したくないんだ。捨てないで。離れたくないもん。私に歯向かおうなんて100年早いのよ。あんたにしては上出来かもね。君のこと好きなの、この気持ちは止められないの。どうですか。どうでした。なんか、え、どうしました。なんかどうしました。あれ。今のでいいと思ったものはあります。今ので本当ですか。え、キュンキュンってするの。え、そうなんだ。そうなんだ。ギュッてしてとかあった。あ、ご主人様ね。ご主人様って嬉しい。メイドさん、メイドさんや。ってしてください。あ、すいません、設定ですよね。すいません。でもこれはメイドさんの格好で言うべきじゃない。これは私全然今もうメイドさんの格好じゃないからな。私服だから。うん、メイドさんになった時はじゃあこれは言いますね。言いますよ。
まさかの、なんか、なんだ、なんか、何人かは喜んでくださっている何人かは喜んでくださっているような気がする、私のこの棒読みでも棒読みでもそんな喜んでくれるなんて、君のことをって君って言われるのってどうなんですかね。世界で一番好きなのは君ってこんなこと言ったら、いやあのね、ずっと一緒に帰らない、だって好きな人とはずっと一緒にいなくちゃなんだもん。あ、いいんだ。私ね、あなたのことなんか好き。カモンなんだ。好きになってあげてもいいよ。辛辣になってきた。好きかもん、やばいな。ツンデレ入るね。ちょっと反対のこと言っちゃうみたいな。
すごいな。すごいな。お話し会で言ってくださいと言われても言える予感はありません。リクエスト NG です。お話し会の時間切れになる。そう。頭が楽しかった楽しかったんだ楽しかったんだ。今のそっか、よかったよ。楽しかった、よかったよ。え、終わりです。え、終わりです。え、まだまだ言ってほしいのありました？ありました。でも結構ヘビーなやつも見たので、ちょっとそのヘビーなのが残ってるね。今私の中にヘビーが残ってますね。ヘビーの、なんだっけ、なんか結構ヘビー。例えば何だったかな。ダメージだけが残っているという。ねえ、なんだっけ、なんだとか。でも私結構ご主人様系結構ヘビーですね。なんかご主人様
構ヘビーだって。お兄ちゃんも結構ヘビーだけど、みゆさんの格好したらいけるかな。あとなんだろう、なんかなんだったっけ、なんだったかな。ダメージ。そうそうそう、いや本当にちょっと覚えてないです。思い出そうとする手前で何かがストップしてくる。何かがなんか壁を作り出してる。思い出そうとしたら何か何者かが「ダメです」って、なんかやってくるんですよ。何だったかな。皆さん的には全然ね、確かに文章を見ただけでダメージ受けてるってどういうこと。どういうことよ。確かにね、一体ってなる。元気になりました。うん、なんかね、頭が熱いっていうか、なんか熱かったよね。なんか熱くなった瞬間、なんかもう熱いな、もうもはや。なんかニット熱いな。熱いや。見ただけでなんでこんななっちゃった。
みんなをのをショートさせようという話が私がもう熱くなっていた。先に熱くなっていた。次は言えるように頑張ります。次はちゃんと感情を込めて言えるように。頑張ろうかな。というわけで今日は終わりですね。え？なんか言えないんですよ。私に期待しないで。理想の彼女になんてきっとなれない。プレッシャー。私に期待しないで。え、聞いたことある。聞いたことありました。あ、2時間経過、ありがとうございます。じゃあ終わろうかな。おやすみなさい。神回でした。神回だったんだけど。
確かにこんなにストレートな言葉を言ったことはないかな、多分。なんかすがすがしいすがすがしい。期待しないでね私に期待しないで。綺麗になりたい。プレッシャー。人はみんなそれぞれ色が違うんだ。他の誰かと比べないで。よし、なんか二つ結びの方が良かったかな今日。二つ結びにしたらめっちゃ幼くなるよね。誰かと比べないで。比べました。色だけど私なんだ。肩が上手なのを見つめられたプレッシャー。でも結んだら結んだらなんかちょっと変わるよね。こうなるんだよね、結んだら。私の理想はこういう感じ。でも多分結んだらこうなる。髪の毛伸ばすよ。濃い髪型。Mm-hmm.
ろコスプレしてるメンバー多いの。へえ、私してない。なんで今日なんだろう。かわいい、嬉しい。髪伸びるといいね、やっぱり。ネックレスなんか今日買ったつけてなかったんよ途中まで。でなんか今日いろいろ見よったらいつも1000円ぐらいのアクセサリー売ってるところが390円になってて全品みたいな。でうわーってなって買った。なんかこのちっちゃいリボンのと大きいリボンのがあったけどちっちゃいのにした。そんなネックレス。見える？見えない。リボン、そう。わーい。リボン好き。本当だ、余ってる。本当だ。私結構余らすんだよね。結ぶとき気をつけなきゃ。後ろどうなってる。後ろどうなってるんでた。なんでもなってない。どうもなってないけど。
なんで、ああなるほどね、分かったわ、盗んでるからか盗んでるからかな。いやだだよ。そう、同じは NG なんです。後ろ姿 NG なんです。終わるか。二つ結び。なんか何年か前は二つ結びするの抵抗あったけど。今全然ないもう全然ない、もう誰かがもうなんか言っててももう何とも思わなかった。慣れっていうよりか、なんだろう、別に気にしなくなった。そう、似合ってたり自分がなんかいいなって思ってたらいいかなって結構好きなんだよね。特に良き。後ろ姿は慣れない自分でいいと思ったものはいいけど、高めはやったことない。全然 1,2 回くらいしかない。毎日やってほしいエブリデイ。いいかもってなるかな。あ、髪の毛で猫耳したことない私。そういえば羊は一回したけど、猫ないかも。クラゲもない。クラゲもない。キツネ。クマちゃん。もない。あ、犬の耳した。犬した。なんかでしようかな。
ートしてないやつあるの？ピピピティピピピティピピピティ、明後日、明日、明日、あ、明後日ハロウィンか。明後日ハロウィン、ハロウィンの日、あ、全然配信できる？何しようか、何がいいですか？ニーハイとか足は見えんけどね。この画角しか見えない。私が持ってるやつなんだ。立たないです。立つかな、さすがにハロウィンは立つかな。立ったことあったっけ、ハロウィンは立つっけ。ハロウィン立ってましたっけ、覚えてないな。ハロウィンは立つよ、本当に本当に。願望じゃなく立ってましたっけ。立ってた。だから去年何したっけ。なんか、え、何したっけ、私なんかしとったな。あれか、キツネだっけ、あれ、だからめっちゃ配信してるけど大丈夫そう。めっちゃ配信してるけど、まあいいか。9時前からしたんだっけ？ 9 時からしてる？メイドさん？あれ？私去年メイドさんした気がする。あれ？なんかメイドさんでオムライスみたいなの作った、あれ？あれ違うか、メイドさん別の日か。別の日か。何したっけ、覚えてない。キツネ、キツネ、チャイ、チャイナ、チャイナ？
あれはキョンシー、キョンシー、キツネキョンシーや、思い出したぞ、キツネチョンシー、キョンシーや。チャイナとキョンシーが合わさった。あれか、覚えてる。チャイナ、チャイナキョンシー、キツネ、それだ。どうしよう、今年あと2日後明後日ですけど、はあ、迷う迷う、どうしようかな。なんか着よう。なんか着よう。じゃあ終わりますね、本当に。よずっと見てたい。そんな風に言ってくれてありがとう。飛ぶか、そんなに？取っちゃった。半々、え、半々よかった。なんか暑いな。さっき変わった。ひあきらさん、ビーツさん、なんばのひさとさん、のむさん、高尾さやか34号さん、神戸のひっきーさん、りょうへいさん、みつるんさん、むらさん、まいせんたん、こっぺさん、ラティアさん、台湾のコウさん、猫のおかずさん、F 渋谷さん、ラクラクさん、ふーちゃん、せいやんさん、ミミフィーさん、のぶさん、コウチさん、ともきちさん、たてさまん、さとけんさん、けいけいけいさん、
ケリーさん、鳥取太郎さん、フジポンさん、ヤマさん、トールさん、オーサムさん、マボロシさん、大西くん、トキワさん、ありがとう。おやすみ。おやすみ。じゃあみんなゆっくりとお眠りください。私は STU チャンネルでやりますか。私はこの後どうしようかな。アイス食べようかな。アイス食べるか食べないかして、お風呂入って、寝ます。